はいどうもバサラです。ご視聴ありがとうございます。いつもと雰囲気がね全然違うじゃんみたいなね、まあ、いきなり始まったんですけれども、今日はですねこの新しいレイアウトでのちょっとテスト撮影も含めて開封やっていこうかなと思います。どうですかねこの環境、今のところまだね僕は正解をまだ見つけてないのでこれがいいかどうかってことも全然分かってないんですけど、とりあえずね設置してみてる感じですね。なんかねちょっとこっちが暗いなとか、まだねごちゃごちゃしたのね、左下の方にあったりね、こっち側の方もねあんまりねちょっと整理がまだできてないんですけど、ちょっとこのアングルをね試してみたくて、まあ、整理する前に撮ってみようかっつって感じでちょっと撮ってみている感じです。なんか新しいこの環境についてねコメントいただけたらねすごく助かるんで、ぜひぜひコメントいただければなと思います。で今日なんですけど、ちょっとテスト的にもね開封いろいろやってみようかなと思うんで、今日こちらです。はい、モフトさんからですね、新しく、ま、iPhone 13用のケースが、ま、出たので、こちらをちょっと開封していくのと、一緒にですね、こちらですね、前にも開けたことがあるんですけど、それのね、色違い版もちょっといただいたので、一緒に開封して見ていこうかなと思います。はい、で、この環境なんですけれども、ちゃんとですね、こう、俯瞰撮影が、できるようなセットにしております。いかがでしょうか？俯瞰撮影の方のね、絵面についてもちょっとコメントとかいただけるとね、嬉しいなと思います。じゃあね、開封していきますね。はい。はい、こういう感じですね。めちゃめちゃ白ですね。僕のね、何ブルーでしたっけ？シエラブルー。シエラブルーをね、映えさせるためにこの色を選んでみたんですけど、こんな感じのケースになってますね。ここに、まあ、モフトって小さく入っていて、ここは、開いてるわけじゃなくて、ここもプラスチックになっていて、透明になっている感じですね。で、この端のところも全部透明になっていて、この白い部分と半々みたいな、半々っていうかもう3分の1ぐらいっていうような、感じになってますね。で、裏面のところを見ていただくと分かる通り、こんな感じでね、まあ、マグセーフにもちゃんと対応していて、ここがまあ磁力になっていて、電源も通すような、感じになっていますね。で、この端の素材は TPU になっているせいか、ちょっと柔らかめになってますね。早速ね、つけていこうかなと思います。はい、こういう感じですね。このシエラブルーとやっぱ色はマッチしてますね。ちょうどこの iPhone の Apple のロゴが見えて、まあ、モフトって出てる感じで、このカメラのこの色と、白が結構マッチしてる感じはありますね。サイドはこういう感じになってます。で、次こちらね、モフトの方のやつを開けていこうかなと思いますね。はい、こういう感じですね。まあ、これは前もね、見せたので、はい、こういう感じになっていて、しっかりくっつくような感じですね。なんか前よりもなんかくっつきが良くなった気がするな。そんなことないかな。まあ、気のせいかもしれないです。気のせいかもしれないですけど、結構くっつきが良くなった感じなのと、シエラブルーとの色のマッチ度で言うとどうですかね。ちょっとやっぱこっちの方が明るいような色になっていて、めちゃくちゃマッチしてるかと言われるとマッチしてる感じはちょっとないかなって感じですね。ただこの白とこの色は結構合っているなという印象がありますね。で、こういう感じ。で、中はグレーになってますね。で、カードがまあ3枚まで入って、こんな感じで立ちますし、横にもこういう感じでできるっていうような。はい、感じになってますね。で、各種ボタンも結構押しやすいような感じになっていますね。はい、下はこういう風な感じですね。しっかりまあちゃんと開いているっていう感じなのと、まあここのね、ライトニングのところも穴もまあ比較的大きくできてるかなと思いますね。はい、というわけで今日はですね、こちらのモフトのウォレットスタンドと、あと新しいですね、ケースが出たので、そちらの紹介をさせていただきました。こちらのウォレットに関してはですね、別で昔、詳細なね、レビューを出しているので、まあ気になる方はですね、概要欄の方にリンク貼っておくので、そちら見ていただければなと思います。でこちらのケースに関しては、まあ、性能としては至って普通かなと思ってて、可もなく不可もなくっていうところで、まあ、iPhone 自体はしっかり守ってくれるっていうところと、あとはデザインっていうところかなと思いますね。この Apple のロゴが、まあ、抜いてあるところとか、この iPhone 自体の色と合わせたような、この白のね、このカメラの大きく抜いてるところとかっていうところが、まあ、ポイントになるかなっていうふうに思います。あと、こちら2つ合わせると、価格としては7480円で、まあ、販売されているので、まあ、ケースとこのウォレットスタンド、スタンドにもなるし、ウォレットもなるっていうような、この2つで考えた時に、まあ、結構ね安く買えるんじゃないかなっていう風には、思います。はい、いかがだったでしょうか。今日はですねこの新しいセット、机の紹介はまた別でちょっとやろうかなと思ってて、どういう風にね撮影してるかとか、机紹介はまた別でやろうかなと思うんですが、今日はその机紹介と、あとはですねこちらのモフトのウォレットスタンドと新しいケースの方を紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございます。それでは皆さん次の動画でバイバーイ。